今日の会談では主に3点を議論しました。基本的に副首相からお話になった通りでありますが、第一に ASEAN 議長国であるベトナムとの連携、第二に国連安保理事国であるベトナムとの連携、第三に2国間関係のさらなる強化、そして国際社会における協力であります。大臣との間で議論を深め、今後も両国が海上法執行や安全保障を含む幅広い分野で協力を深めていくことで一致をいたしました。基本的価値と戦略的利益を共有する両国の戦略的パートナーシップを一層強固なものとするため、本日の外相会談を戦略対応と位置づけ、ルトの外相とともに様々な協力を深化させていくことで一致をいたしました。日本と ASEAN の協力のやり方として、私は3つの方向性を示したいと思います。それは、共に人を育てる、共に制度を整える、そして英知を集めるの3つです。